今日昼前、ビバイの採石場に通じる道路で運転手の男性が大型ダンプカー2台に挟まれ死亡しました。事故があったのはビバイ市甲州内町南の採石場に通じる道路です。今日正午前、30代の男性運転手が停車中のダンプカーと無人のダンプカーの間に挟まれ、駆けつけた救急隊員によってその場で死亡が確認されました。警察によりますと、男性運転手が自分で運転してきたダンプカーを止めて降りたところ、ダンプカーが動き出し、前方に停車中だったダンプカーとの間に挟まれたということです。現場は緩やかな坂道で、動き出したダンプカーはエンジンがかかり、ギアはニュートラル、サイドブレーキはかかっていませんでした。警察が事故の詳しい状況を調べています。